皆さんこんにちは。那須川天心さんとの世紀の一戦で話題をさらったタケルさん、試合後にパニック障害とうつ病の診断を受けていたことを告白し、休養を発表したことにも驚きました。そんな彼には昔ヤンキーだったという噂が立ったことがあります。タケルさんの生い立ちや様々なエピソードを見ていきたいと思います。タケルさんは本名を与川穂高といい、ナチュラル・ボーン・クラッシャーの異名を取っています。1991年7月29日生まれ、鳥取県米子市の出身です。タケルさんには過去にやんちゃだった時期があるのは本人の口からも語られています。田舎って不良がモテるんですよ、悪いことをすればかっこいい、以前こう語っていたタケルさんは、荒れてヤンキーになったというより女性にモテるために格好から入っていた側面があったのでしょう。田舎だとおとなしくしているより少し悪い感じの方がモテて、悪いことをした方がかっこいいという価値観があったようです。通っていた学校がもともと少しやんちゃな校風だという噂もありましたので、その影響があったのかもしれません。まずは形からということか、中学生になると髪を明るく染め、ピアスの穴を開けていたそうです。バンドもやっていたそうで、実際に女性からモテていたということなので、本人の狙い通りだったということでしょうか。この時点では習っていた空手はしっかりと続けたようです。しかし高校生となった後は少し事情が違ってきます。授業をサボって学校に登校しなくなるなど、本格的に素行不良と呼べるような状態になってしまったのです。結果的に彼はわずか3ヶ月で通っていた高校を退学することになりました。高校を退学したタケルさんは夢を失い塞ぎ込みがちになってしまったと言います。それまで続けていた空手の練習も休むようになったそうで、このままだともしかしたら社会からドロップアウトしてしまっていたかもしれませんね。しかしそんな彼に救いの手が差し伸べられました。救世主となったのは小学2年の時から通っていた空手道場の指導者である安井博美さんです。安井博美さんはグレていたタケルさんと顔を合わせた時にこう言ったそうです。お前がやりたいことは何だ、やりたいことがあるならまた練習に来いよ。タケルさんは先生から言われた一言で真剣に競技と向き合おうと決意したといいます。この言葉はおそらく助けを必要としていたであろうタケルさんの心に刺さったのでしょう。それ以降トレーニングに再び励むようになったそうです。もしかしたらこの時手を差し伸べられていなければ、私たちが知る彼の活躍はなかったのかもしれません。余談ですが、この先生はとても厳しく武道家としての生き様を持っていたようで、タケルさんにもその姿勢が受け継がれたようです。タケルさんの父親は大のプロレスファンだったそうで、その影響で幼い頃からプロレスを見て育ちました。往年の名プロレスラーの姿をたくさん見て、その姿に憧れたことが格闘家としての彼のルーツになったそうです。そして小学2年の時に運命的な出来事がありました。テレビで K-1 ワールドグランプリを見ている時に、あの K-1 史上に残る伝説のファイターであるアンディ・フグさんの姿が目に焼き付いたのです。その姿はとてもかっこよく、空手をやれば自分も K-1 に出られるかもしれない、そう感じた彼はすぐ親に空手道場に通わせてもらえるよう頼んだそうです。振り返ってみれば、タケルさんはなるべくして K-1 ファイターになったと言えます。タケルさんは中学時代とてもモテていたそうです。すぐに女性を好きになってしまう性格だそうで、次々と告白をして付き合っては別れてを繰り返しました。普通なら一人の相手と付き合っているならそれなりの期間交際を続けるでしょうが、彼は付き合った時点でゴールした感覚になってしまったと語っています。その結果、卒業の際に彼に振られた元カノたちにより神社に呼び出されてしまうことになりました。その際に謝罪をすることを求められたタケルさんは一人一人に対して土下座をして謝ったそうです。タケルさんは子供が大好きなそうで、高校に入学する際に保育を学べるところを選んだそうです。格闘家と保育士、どちらの道に進むか悩んだこともあったとのことです。結果的に高校は3ヶ月で退学になり、保育を学びきることはできませんでした。しかし今でも保育士に対する気持ちは残っているようで、格闘家を引退した後の職業候補なのかもしれません。タケルさんの出身地が
鳥取県米子市であることは知られているでしょう。そんな米子市が那須川天心さんとの世紀の一戦の際、市を挙げて応援していたことはご存知でしょうか。同市にある百貨店にタケルさんを応援するため、市が特設ブースを設けていたのです。市長も彼のことを米子市の誇りと言っており、タケルさんにもその応援の声は届いていたことでしょう。残念ながら試合には敗れてしまいましたが、故郷の誇りとして胸を張ってほしいと思います。周りの助けもあり、苦しい時期を乗り越え、今では日本を代表する格闘家へと成長しました。もちろんその裏には自身が持つ格闘技への真摯な姿勢と計り知れない努力があったのでしょう。見る者の胸を熱くする彼は、懐もまた温かいようです。その年収は1億円オーバーとも噂され、それを裏付けるかのようにご自宅も豪邸です。また愛車はベンツと、まさに車体の頑丈さがタケルさんにマッチしています。さらにはランドローバーへと進化したようです。加えて那須川天心さんとのドリームマッチで億超えのファイトマネーが公言されていました。2022年上半期の時点で通算戦績42戦40勝2敗の成績を誇るタケルさん、その実力に見合った年収は、熱心なファンの試算の中で実に1億超えは確実ではないかという声も聞こえてきました。しかしまずはタケルさんご本人が明かされた額から追っていきましょう。2017年5月15日放送のアベマゴシップジェネレーションにて、タケルさんは当時の最高月収である1000万円超えを果たしたことを明かしています。さらには2019年の YouTube ではファンからの質問に回答する形で最高月収を明かしていました。残念ながらタケルさん的には公開 OK でもスタッフさんに止められてしまったようです。ただその前後の発言から察するに、まだまだ格闘家としての稼ぎをアップしていきたいといった様子でした。2020年8月にご自身の公式 YouTube でご自宅を公開しているタケルさん、なんとエレベーター付きの3階建て、1階には玄関が2つ、1つはガレージへ直行できて、あと1つは2階にあるようです。そしてリビングやタケルさんのよりパーソナルなスペースは3階にあるようです。とにかく服が多いというタケルさんは、ウォークインクローゼットもありながら入りきらないほど大量の服があるとのことです。そしてこの動画でおそらく初公開というのが屋上トレーニング施設です。 TBS で放送されたサスケに出演した際、クリアできなかった悔しさから番組仕様の設備を整えたといいます。2022年7月現在、彼はしばしの休息に入りました。心と体調を整えるため十分な休息を取り、今回もまた華麗なる復活を遂げ戻ってきてくれることを期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただきましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。